にはびりした足が治ったって一人じゃ歩けない。この怖さがあなたに分かりますか。人に迷惑かけてないと一人で歩くことさえもできない、この悔しさがあなたに分かりますか。神様って意地悪なのかもしれない。生きてくって辛いことの方が多いし、たまにそれがまとめてやってきたりもするし。神様はそれでも生きろって言ってるんじゃないかな。だったら私はこれからも精一杯生きていきたい。適当に生きていくほどつまらないことってないもの。31歳の誕生日に改めてそう思ったの。この間私、仕事してるからハイヒールじゃないとカッコつかないなんて言いましたよね。けど本当は違うんです。ハイヒールは私のプライド。だから私は脱がない。逃げたくないから。私は以上です。聞いてくれてどうもありがとう。ハイヒール履いてみたい。本当は小さい頃からずっとハイヒール履いて歩いてみたかった。夏雄さん、私にもハイヒール履けると思いますか。歩けたらその時は世界中で一番かわいいハイヒールプレゼントさせてね。私夏雄さんからも退院祝いもらったんですよ。え、このハイヒール。やっぱ美人にはハイヒールが似合うね。うん、 ありがとう。座って座って。
でもそのハイヒールのことでこの間俺失敗しちゃってさ。失敗？うん、夏雄さんにね、本当は俺の前ではハイヒール脱いで欲しかったとか言っちゃってさ。いや、あれはね、たまにはハイヒール脱いでもいいんじゃないですかって言いたかったんだ。たまには肩の力抜いてほっとしてほしいなって言いたかったんだけどさ。でもなんか言い方間違えちゃってさ、7センチのさばっか強調しちゃって7センチ？つくづくバカだよな俺って